AI に恋の俳句は読めるのか。6月29日坂の上の雲ミュージアムで俳句チャンピオン決定戦恋の選句王大会が開かれました。これは100年俳句計画有限会社マルコボコムと北海道大学大学院情報科学研究院調和系工学研究室 NPO 法人松山俳句でまちづくりの会が開いたイベントです。北海道大学が開発した AI 一茶くんが読んだ俳句を26人の選者で分け、それぞれ選句した結果を一茶くんに学習させることで AI 技術の発展を目指しつつ、イベントを通して俳句をより身近に感じてもらうことを目的に開かれました。イベントでは AI 一茶くん開発チームの山下准教授による講演が行われ、 AI 俳句プロジェクトの経緯や課題展望などが語られたほか、特選26句がお目見えし、会場内で投票が行われました。上位5句が決まると勝ち残った句の鑑賞や推薦などの後、挙手による決選投票。最優秀に選ばれたのは初恋の焚き火の跡を通りけりという作品でした。今日の選句しまして、完成度の高い俳句とまだまだな部分があるのは分かりました。ただその中で俳人が作る句と違う観点というのはありますね。と言いますのは、例えばに人間が作ったんであれば、ここではこういうものを持ってくるというのがあるんですけども、奇想天外のものを持ってくる、記号を持ってくるとか、そういうところは面白いですし、完成された時の面白さというのは人間が作る俳句より豊かかもしれないというのは感じました。この8番のフグを煮て言わねばならぬ心かなっていう俳句を選びました。これは恋っていうか、結構その恋の先にあるものかなっていうふうに思ってて、そのフグっていうのはその毒があるもので、あえてこの似てるっていうところで、その相手をちょっとっていうのは、その別れを告げるであったり、一緒に死にたいとか、そういう重いことを言わねばならないっていう、なんかそういうふうにのが、そのフグをグツグツ似ている様子を思い浮かべて、すごいいいなと思って選びました。はい、何かを似てとか、そのいっぱいいろんなものを作って、たまたまそのフグを似てっていうすごい絶妙なものを持ってこれたのかなと思ったんで、うんじゃないですけど、偶然が重なってすごいいい句ができたのかなっていうふうに思います。お題通りの恋を思わせる俳句、絶妙な言葉選びで多くの想像をかきたてる句など、レベルの高い句作を見せた AI 一茶くん。今はそれが数百数千のうちの一つかもしれませんが、一茶くんを通じて感性を科学することで、私たち人間のこともより深く分かるようになるかもしれませんね。